日本東京都千代田区清井町清井町は東京都千代田区の町名。町名の設定のない単独町名である。住居表示実施済みの地域。郵便番号は一1 0 2 0 0九四。東京都千代田区の西部に位置し、港区、新宿区との区境にあたる。かつて、紀州徳川や中屋敷、尾張徳川や中屋敷、彦根院や中屋敷などが並んでいた武家町で、 各家から一文字ずつ取って町名とした。現在はオフィスビル街となっている。区内では東部に平川町、南部は長田町、北部は麹町にそれぞれ接する。オフィスと住宅の複合型ビルである清井町ビルやホテル小三谷の一つであるホテルニューオータニ、上智大学四谷キャンパスなどが所在する。 ホテルニューオータニの向かい側にあたる清水谷公園は、千代田区では、珍しい自然の崖斜面を残し、視線も設けられて、清水谷と呼ばれた昔の風景を残している。1980年頃までは、公園の前の歩道に、清水の遊出口が設けられ、地名の由来を伝えていた。園内中央には、近くの職員見つけで暗殺された、大久保利道を記念する巨大な石碑。 大久保公愛頭皮が置かれている。グランドプリンスホテル赤坂の跡地は、2016年7月27日、西部グループによって、東京ガーデンテラス清井町に再開発された。プリンスホテルの最高級グレードの、ザ・プリンスギャラリー、東京清井町、オフィス、商業施設、清井タワーと、全室賃貸マンションの、清井レジデンス、キューリオウケ東京庭を移設して、 赤坂プリンスクラシックハウスの複合型施設となった。明治5年に武家地を整理して、麹町清井町と命名。明治44年に清井町となる。昭和9年に区画整理により、北側の一部を麹町5.6丁目に編入。かつては番町と並ぶ山抜けの一つとして緑大きい優雅な佇まいの住宅街であった。 町内に居住した有名人としては、大久保敏道の孫にあたる大久保敏春、松田俊、小野江小六、高田野高島徳江門、小林周月らがいた。政治家の利用で知られた、料亭、福けもここに立地する。1975年以降は顕著なまでにオフィスビルが目立つようになり、前述のホテル群、レストラン、さらには、上智大学の拡大、企業の本社ビルや、 清井ホール、議員宿舎が拡大して、一般住宅地は縮小し、今日の姿となった。地名はこの地にかつてあった、紀州徳川家、中屋敷、尾張徳川家、中屋敷、彦根屋中屋敷に由来しており、各家の文字を一文字ずつ取って、町名とした。紀州徳川家の中屋敷跡は、現在の東京ガーデンテーラス清井町、清水谷公園、 尾張徳川家の屋敷跡は、現在の上智大学、井伊家の屋敷跡は、現在のホテルニューオータニ付近にそれぞれ当たっている。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、千代田区の中学校では、学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。 ありがとうございます。